おはようございます、ハトさん。おはようございます、マッチーさん。おはようございます。今日どうすか？疲れました。疲れましたね。昨日大変だったの？打ち合わせがまず。昨日は、なんでしょうね。まあ。昨日は、僕対戦してました。本当に？大丈夫。もう入って。もう開けちゃっていいの？せいやさん。開けちゃって、ゆびさんが分かる。いい、いいよ。もうちょっと少し待ってください。すいません。すぐ開けますね。すいません。いいの？大丈夫ですか？はい、じゃあ行きましょう。おはようございます。押すんじゃないの？押すんじゃないの？内側に入れちゃうの？こうじゃない？はい、すいません。はい、いいよ、撮ったよ。先生撮ったよ。皆さんお疲れ様でした。控えめにギリギリなんか映さないです。お疲れ様です。先生お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、というわけでお疲れ様です。2018年2月の3日、聖杯戦争が終わりました。はい、いやー、たくさん人来てくれてね、よかったですよ、本当に。はい、主催のせいやさんも大満足。まあ、畑さんとマッチーさんの手助けがあってこその、大会だったんですけれども、本当に何事もね、大きなトラブルもなく無事に終われたことを本当に嬉しく思っておりますし、まあね、実際に来てくれた50何人の皆さん、あとはね、生放送中にいっぱいね、いろいろコメントとか応援とかしてくれた皆さん、みんなありがとうございます。まあ、反省点もいくつかあるんだろうけども、まあ、何しろ本当に滞りなく大会ができたっていうことで、大会終了後もね、まあ、よくね、CS とかだといろいろクレームとかがあったりするんだろうけどね、今回は本当にそういうの一切なくね、みんなが楽しんで帰ってくれたってことが本当に良かったなと思います。優勝はね、大根くんが優勝しましたよ。やっぱりね、大きな大会だと強いね、あいつはね。まあ小学生、最強小学生だね、やっぱりね。まあ本当4月からは彼も中学生になるんだな。まあそうすると本当にうちの小学生大会のね、勢力図もガラッと変わるだろうしね。いろいろ変化があって面白いですね。まあ2月始まったばっかりですけどね、また2月中にもいろいろいくつかまたね、やりたいイベントとかも考えてますし、3月はね、まあ畑さんがなんかやりたいって言ってるからね、ちょっと畑さんがまたイベントやってくれるかもしれないし、せいやさんが就職前に最後にもう一回大会やりたいって言うかもしれないしね。なんせ4月からせいやさんはもう社会人だからね。そうだよな、みんないろいろ変化してるよ。まあとにかく今日ははい、せいやさんが主催の大会無事に終わりました。結局ね、みんなその本当に僕関わんなかったんだよ。まあ本当に店の仕事を普通にしてただけで、大会のその段取りとかそういう部分に全然タッチせずに、純粋にせいやさん、畑さん、マッチーさんの3人で組み立てて全部やってくれたんで、あ、本当にこれ俺任せられるんだなっていう風に一つ大きく安心したんだよね。で、本当に次以降こういうイベント的なものをやるときにちょっと自信が持てたというかね、お願いできるんだなっていう。やっぱ僕はほらこういうのね、口出しちゃう方の性格だったんで、完全に任せるっていうのはあんまり得意じゃなかったんだけど、あ、こんな感じならいいなってすごく本当に思えた大会でしたね。はい。で、まあ今日なんかやり遂げたぜみたいな感覚で話してるんですけど、実を言うと明日日曜日なんで、いや、日曜日はもう毎週ね、週で一番にぎわう日ですからね。はい、明日もたくさん人来るでしょう。しかも最初の日曜日だから、月に一度のオープン大会、小学生以外の人も、公認大会に出れる、月に一度の大会なんでね、たくさんみんな来るでしょうね。はい。なので、明日も頑張りましょう。今日は本当ね、ありがとうございました。じゃあ、せいやさんもね、お疲れ様です。マッチ、ハタありがとう。じゃあ、お疲れ様です。じゃあ、失礼します。